やってしまったなと思いますね。これ、矢口で怒られると思いますね。<laughs> <laughs> はい、えー、こんにちは、岡田です。個別コンサルですね。今日は SL 君で、えっ、ー、と、多分この音声はあ、動画は矢口からストップかかるようになるかもしれないですね。それぐらいちょっと、うん私も発言することをちょっと迷ってるんですけど、でも言わなきゃいけないかなという。 会になります。えー、ちょっと読んで、入りづらいと思いますけど、読んでみましょう。エセル君です。こんばんは。こんばんは。はい、いよろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、エセル君は、えっ、ー、と、お子さんが今10ヶ月ぐらい、ちっちゃい子がいるんですね。はい、はい。で、えっ、ー、と、ご結婚されていて、妻子ありで。で、これを、今、うつ病だというふうに診察されているということで。で、これ。あの、奥さんもってことですよね。 そうなんですよね、はい、でそういう状況だから、えーと、実家の方が手伝ってくれてるのかな。うん、はい、うん、なるほどよかったですね、そういう仲間、味方がいてくれて。そうですね、ありがたい限りです。うん、本当ね、もう一生感謝した方がいいですよ、本当に。自分だったら本当に大変ですからね、それって。軽く終わらせない方がいいですよ。 あの感謝してますとかじゃなくって、うん、本当に、はい、一生かけていつかちゃんと借りを返すっていうふうに決めといた方がいいです、絶対人は。本当ね、うん、そういうね、人のね、無条件の優しさをね、本当軽く自分が大変だからしょうがないみたいな感じで受け止める人いるんで、そういうやつはね、うん、絶対地獄に落ちますから、うん、あの本当に、本当に感謝してください、心から。かりましそんな人たちがいなかったら、うん、本当に大変だったんですから。 うん、だから、まずそこへの感謝をね、うん、本当に簡単な言葉で終わらしちゃいけないですよ、絶対、人は。うん、本当にわかりましで、はいえっと、今、その要はうつ病と診断されていて、えー、そこに関して、育児と家庭のこと、恋愛に関する活動のバランスで悩んでいると,、うん、ということですね。 自分でも抽象的な質問で申し訳ないって書いてあるんですけども、ちょっと読み取れないところがあったんで、えっと、これ、要は育児、家庭をちゃんとしたいんだけども、そこに注力するとストレスになってしまう。うん、で、でストレスになってるから、恋愛活動で発散したくなってしまう。 なってしまう。<laughs> はい、でで、あの、はい、どなん、なんでしょうね、確かにこれは、そうですね、困りますね、これを聞かれても。<laughs> すいません。あの、まあ、こんなんだろう、恋愛活動に、こう、うん、えー、 これは力を入れていいのか、それとももう本当に家庭のことをもっと考えた方がいいよっていう状況なのか、うん、そういったところが分からずにいます。その遊ぶんだったら絶対にばれないようにする。二、うんうん、名性持ってていいんですけど、うん、そこのメリハリを、例えばその SL 君のこう要は生活スタイルですよね。例えば私だったら、うんうん あの仕事で月に1回東京に絶対行かなければいけないっていうストーリーがあって、でそこに行った時にしっかり遊んで,、うん、で、それ以外はしっかり家庭を守るっていう風にメリハリ作ってるんですね。うん、なるほど。だからそういったものがちゃんとできるかどうかですよねうん、うん。やるのは全然いいと思うんですよ。そんな大したことでもないし。ただ、あのやるからにはやっぱりこう奥さんとか預かって、一生預かって。 るわけだから幸せにしななきゃいけないけんだからそこをちゃんと男として両立できる要はメリハリをつしっかり作れるかどうかですよね。メリハリ。うんうんうん、そこだけ。要はしょうもないことい、うん、要は例えばレシートとかちょっとしたボロが出るとか女性から見てパッて気づくようなミスをするとか、うんうん、そういうとこがあったら 例えば、その SL 君と結婚する前から、俺みたいに、もうこいつはある程度遊ぶだろうなっていう覚悟のもと結婚してるならいいけど、うん、SL 君の奥さんは絶対そうじゃないから。そうですね、うん。だからそこを自分が怠っている以上は、そこのメリハリをしっかり抑えなきゃいけないってことだよね。うん、うん。どっちかですよ。わかりました。うん,うん、うん。で、えっ、ー、と、無理をすると、 体を壊すからほどほどにという生き方をしているからか思い切り何かに集中したり力を振り切ることができていませんとえできることがあるはずなのにその発想へ情熱が出てきません本当は心を燃やすような生き方をしたいと思うのですが自分にはどうせできないといういつもの無気力には日常に戻ってしまうということですねでねこれちょっと僕実は前回ちょっと言おうかなと思ってたんですけどまだ距離感的に難しいかなその 僕という人間がある程度 SL 君の中に理解してもらって、うん、どれぐらいの覚悟を持って発言してるかっていうのをちゃんと理解してもらえないとちょっと難しい言葉になっちゃうんで、はい、僕は前回はちゃんとは言わなかったんですけど一つ明確なアドバイスがあって診察そのいわそういうふうにこう 症状がありますというふうに病院で言われた言われない関係なく、うん、人にはうつ病って言わない方がいいです簡単にんで何でかっていうと例えばこの場っていうのは、うん、SL 君の人生を変える男としての人生を変えるために切磋琢磨しながら必要なことを教えていく場なんですよねで そうしたときに SL 君ってこう書いてくれるのはいいんだけども全部この鬱つが大前提でくるんです。でそうすると教える側とか私だけじゃなくて関わる人みんなそうなんだけどもうそれ前提の付き合い方しかできないんですよ。なるほど。教え方もできない。僕だから僕はもう今これ大会してもらってもいいなという覚悟で言ってます。それぐらいこういったことを先に言ってしまう。 要は口癖のように自分は鬱だからこう鬱だからこう鬱なのにこう鬱だからこうっていうふうに先に言ってしまっていくと、うん、全部誰が話してもこれになっちゃうんですよね結論は。うーん。もうそれ以上ちゃんとしたことをアドバイスできなくなるんです本当。そうですね、うん、はい、うん でそうするともうその範囲内の人生は歩,歩,歩むしかなくなるしその制限内での指導しかできなくなるんですよ。うん、うん。間違いないですね。うん、だから僕はその確かにこうしっかり診察もされて、ね、日本では大手を振ってうつ病ですって言える立場かもしれないけど同時にそれっていうのは周りがすっごい すご,ごく気を使っている前提、例えばそのご家族もそうですよ、最初に言った子供を支えてくれる人たち、そういう人たちの気をどんどん奪って生きているだけなんですよ。うん、そこは大前提として思ってなきゃいけない。本当に、うんうん うん、その病院に行く時間もない、もう要はなんて言うとそれどころじゃない、もっとやらなきゃいけないことがあるから、そういう診察を受けてないっていう中で、自分の中の心のバランスを保ちながら、なんとかこう活力が出てくるように、いろんな工夫をしながら生きている人って5万というわけですね。うん、ででそういう人たちの中でその、そういう人たちもいる中で、いろんな人たちに気を使わせて生きているっていうことを。うんうん まず分かってなければ先に進めないです。うん、で、例えばエセルクドコーデコンサルとかも見てるけども、やっぱりこう体もブヨッとしてて顔にも吐きがないんですよ。うん、だったらもうこれ僕の答えとしてはもう本当体脂肪11%ぐらいに絞ってみなっていう思うんです。思いっきり運動して、食事も炭水化物やめて、うん、本当にストイックな体にして、 運動もしっかりやって、朝早起きして、日を浴びながら走り込んで、で、時には週に1回はもう自分で死ぬんじゃないかってところまで体を追い込んでみる。で、本当はそれが答えなんですよ。その要は体が絞れてるからモテるモテないっていう話じゃなくて、1回自分でマジで死を体験するほど体を追い込んでみたらって思うんです。うんなるほど。だから、うんうんうん。 でそういうアドバイスを本当はしたいんです。なんだけども、うん、これを先に言われちゃうと、もうそれができないんですよ。もう今回はもういいやと思って言ってるんですけど。ううん、うん、うん、っていうこと。だから、もし本当に男として、本当は S62 はね、もう奥さんがそんな大変な状態だったら、おめがふらふらやってる場合じゃねえだろ、め覚めろこの野郎って言いたいんですよ、本当は。<laughs> はい、お前は女一人幸せできなくて、どうすんだよって、うん、お前のせいで鬱になってんだよって。 お前が支えてやる、幸せにしてやれてるから、うん、本当は少年なの、本当は。うん、同じ子供がいる親としてね、家族を持っている親として、はいあの男、男として、本当はあなたに言いたいのはそういう言葉。はい、な、お前宇うじうじやってる暇ないんだよって。うん、で、うん、でもそうやって目覚めるためには、もう今の SL 君の状態から本当に覚醒するなら、それぐらい自分を追い込んでみなきゃダメよ。必ずか、うん、体、食事だから、運動だから、本当に。うん 本当にやるんだらね。そしたら、これらの諸々の問題っていうのは、全部逆に奥さんをちゃんと支えていかなきゃなっていうところに向かっていくから、うん全部解決します、正直。なるほど。だから、今はもうずっとそこが、でもうつだから、でもうつだから、うつの中でどうすればいいかっていうところが来ちゃって,てうん、うん、そうすると、 アドバイスする側は本当に言葉を選ばなきゃいけなくなるし、うん、本当はこういうふうに言いたいんだけど言えないなっていうふうにみんなにこうオブラートさせちゃうんですよね。うん。そうですね。自分自身にもオブラートかけちゃう。うんだから僕は本当にもう二度とこのうつでやるってことを自分の中でも他人に対しても言わないって決める方ことがすごく大事かなと思う僕は。 ああ、なるほど。うんうんうん。本当に。そこから。確かにう。いや、難しいですよ。その、うち、ん、の立場的には大変ですね。じゃあ、その状態の中で、こういうのどうでしょうか、こういうのね、少しずつ運動増やしてみればとか、アドバイスすることはできるんだけど、うん。人間、ある程度沼にはまったら、本当に極端にやらないと抜け出せないんだよね。うん。本当に。 だから、うんうん、僕はそれだね、本当に今何歳だっけ ?30 歳でしょまだ若いからね。はい、いやこれが例えばじゃあ僕が引退するエセル君が32歳になった頃にエセル君が今思い描いてるいい感じの人生を得るためにはもう今エセル君の状態からそこを動き出さないとタイムリミットなんだよね。うん だから、ちょっと僕がなんでここまで言葉選ばずにストレートに行ったかっていうところの心理面も含めて、ちょっと終わった後に考えてみてほしいなと思いますね。わ、うんうん、かりました。ありがとうございます、うんうん、こういうことを言っていただけるのは、もう人生で初めてというか、もしかしたら最初で最後かもしれない。 うん、ぐらい。いやいやいや。逆に言うと、言っちゃいけないことだからね、うつの人に。あ<ー>だけど俺はもう本当に正直これは声を大にして言いたい。うん、二度と自分で言うなって思う。もうその病気であることすら忘れなさいって思う。うん、うん、本当に。そうですね。うん。その代わりで、その上で一度、もう本当死んじゃうんじゃねえかってぐらい体を追い込んでみって思う。うん、うん、本当に。 うん、もう今度い取る育休っていうのももうそこに費やしてもいいもう1年ぐらい後に思ったぐらい体締まっててキャラ変わってていいと思うよ、うん、そうですねうんうんうん僕はそう思うね分かりましたあともう一個うす、ね、ちょっと あのコンサル受けてていろいろちょっと書籍調べててちょっと手に取りにくい本かもしれないけど、はい、これちょっと一回読んでみてほしい。うん。あんまりちょっとこれも本当また矢口で怒られるんだけど、うん、正直今ってこう,うつですって診断した方がお薬出せるから儲かるんですようん、うん。だから本当はその手前でもっともっと別の解決策があるんだけどどんどんそういうふうに診察して。うん もう要は食いぶちにするっていうのがもうビジネスモデルとして成立しちゃってるんですね。うん。だから、うん、自分はそうじゃないっていうふうに、うん、あの、まず、自分の中で自覚を芽生えさせることがすごく大事。うん。本当に。うん。分かりました。うん。これはものすごく第一歩。うん、うん。そうですね。なんかもね、やめちゃった方がいいよ。本当に。 もうここまで来ると開きだって物言っちゃうけどう、マジでもう本当、薬なんかいらねえから、マジで。うん。本当に、逆にその薬の依存するだけだから、何一つ解決策にはならないんですよ、本当に。その時がいいだけで、ドラッグと一緒なんで。そうなんですね。はい。だからもう、二度と他人に対しても、こういうアンケートに対しても、ううもうまるでもう自分自身がそうだったと、うつ病って診察されたことを 忘れちゃうっていうぐらいなかったことにして、はいうん、まず体絞ってほしいね。もう自分をとことん追い込んでほしいね。わかりました。<ー>そっかそっ本当に。気合い入りますね。はい。うん、もうなんでこんなこと言うかって言うと、あのー、僕の母は。 最後はアルコール依存症で、まあもともと目が全く全貌だったんで、で、そこにこう、でも人に気を使われるのが嫌で、こう、生きてきたんだけども、だんだん目が見えないから、目が見えないからっていうオプションを使い始めたんですね。うんうんうん。で、そういうとやっぱりこうみんなもちろん優しく親切にするから生きていくの楽になっていくんだけど、 だん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 そうすると、うん、そういったことを使って生きていくようになっていっちゃったんですよ。うんで、やっぱり同じようにこう精神病んだっつって、うつ病って診断されてで、うつ病だから体がだるい、うん、今日は出かけられないっていうことが増えていって、 うん、で昼間ずっと眠ってるもんだから夜眠れないわけですよ。当たり前なんですよ、はこっちから見たら。だけど、うん、っ,って今度は酒を飲んで眠るようになって、アルコール依存症になって。でも裏を返せば、こっちから見れば、こちらから見れば、いやいや、昼間ずっと寝てっから夜眠れないんでしょっていう話なんですよ。で、うん、やっぱそういったものに近くって、だか、うん、ら、うん、でもやっぱ最後、ね、 最後はもうう薬漬けで,あの、うん、で死ぬ寸前になってめちゃくちゃ後悔してましたけどね自分の選択を最後になんでこんなつまらない人生にしちゃったんだろうってもっともっともっと昔みたいに元気よく、まあ、元気持って生きてりゃよかったってすごい後悔して死んだんですよ、うん、な,んなら今っていうのはその 弱ってる人に優しくしよう手を差し伸べようっていうのが時代じゃないですかはいんなんだけど逆に言うとそれを有効利用することもできる時代なんですようんだけどそのやって生きてきたその時はその大手を振って生きていけるかもしれないけどもでも必ずしっぺ返しは来るんですようんだからまあ もう本当にこう実際ガチな人って本当こんなコンサルで話したりできないですから本当に <laughs> う,んうん本当に本当の人ってのはだからうもうむしろクリックすらできないですよだからだからやっぱりどうしても僕は SL 君は本当はそれ以外のことでなんとかなる手前でこうやっぱり ビジネスモデルにされてる、そこに歯車には,はめられてるなっていう感想しか持てないですね、どうしても。だから、ちょっと自分を目覚めさせた方がいいと思う、じゃないと本当に後悔すると思うよ。うん、そうですね、うん、いや、今、はいはい、すごい、すごいお話を伺いました。うんはい、いや、もうや,やってしまったなと思いますね、これ矢口で怒られると思いますね。<laughs> <laughs> <laughs> いやでも僕が言いたいことの全てです今今の SLX に対してで、はい、早くもっともっとちゃんと引き上げるための話をし男と男としてしていきたいなっていうのも本音だから、うん、まああ,のある程度私もこう何て言うんでしょう覚悟を持って今回はお話をしたのでちょっとそこも何て言うんでしょう甘い私の甘いかもしれないけどそこの 経緯もちょっと理解して、この動画もう一回聞き直してもらえればと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、い,えいえ、こちらこそ。はい、はい。では、多分今までで一番 YouTube の,あのコンサル、コンサルバージョン、コンサル音声で過激な音声になってしまったかと思うんですけども、あ<ー>はい。皆様、あ,<ー>ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> はい、失礼します。失礼いたします。失礼いたします。 ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。